今回は9月に周南市樋口の国道2号線沿いにオープンしたばかり、七色キッチンをご紹介します。さあ、七色キッチンにやってきましたよ。早速お邪魔したいと思います。ガラガラガラ、お邪魔します。失礼します。さあ、店内やってきました。店内すごく広々としていますね。茶色と白でとっても落ち着く空間です。さあ、それでは村田さん、まずはこちらのお店のご紹介をお願いします。はい、七色キッチンと申します。地域の皆さんに喜んでいただけるお店をと思って始めました。ランチで11時から15時まで営業しております。そうなんですね。それでは続いて店名の由来なんかもお伺いしていいですか。はい、うちは6歳と4歳の男の子がいまして、保育園のお帰りに大きな虹を見たことがあって、それで七色キッチンと名付けました。思い出深い素敵なお名前なんですねありがとうございます。ではお料理のこだわりもお伺いしていいですか。そうですね、うちはできるだけ手作りにこだわって、スパイスカレーやたこ焼きも生地から手作りして作っています。手作りにこだわるっていいですね。では具体的なメニュー、どんなものがあるか教えてもらえますか。はい、たこ焼きはソースマヨ、ピリ辛ソースマヨ、塩マヨ、カレーマヨ、青じそマヨで、冬季限定でだしたこっていうのをやってます。いろいろありますねじゃあたこ焼き、他には。他には、店内では主に手作りのスパイシーカレーや日替わりで変わるランチをやってます。さあ、おすすめ商品がやってきました。村田さん、ご紹介お願いします。はい、うちの、たこ焼きソースマヨネーズです。どのあたりにこだわりが。たまに大阪とか神戸に帰ってちょっと味の研究とかをしてまして、だしとかこだわってたりとか、ネギ、天かす、紅生姜などをたっぷり使って焼いてます。ふわとろだと思います。ふわとろってみんな大好きなやつじゃないですか、はい、早速いただいてよろしいですか。お願いします。どうぞ、はい、箸の食い込む感じ期待度かなり高いです。ではまるっといきますよ。ふわとろっていうか、ふわスーッと溶けて、めっちゃ柔らかいですめっちゃ柔らかいです。でもタコの弾力はすごくあって、で天かすですか、紅生姜ですか、ちょっとした食感もすごくいいです、はい、よかったです、ありがとうございます。お出汁の香りも効いてますね。嬉しい、ありがとうございます。でもこの踊るカツオがまたテンションが上がるんですよね。そうですね、もうケチらずたっぷりと使ってます。これ使いすぎでしょさすが大阪のこう気持ちを勉強しに行かれるだけありますね。そうですね、喜んでもらいたいね、皆さん。はい、これみんな大満足だと思います。ありがとうございます。さあ、続いてのおすすめ商品はこちらです。ご紹介をお願いします。はい、スパイシーカツカレーです。カツカレーなのにこんなついてくるんですか。あ、そうです、副菜とサラダと、あったかいお吸い物、お汁と最後にデザートがついて、結構スパイシーな中に甘みと旨みが感じていただける味になってると思います。カツカレー、まずはルーからいただきます。スパイシーだそうですよ。うん、すごくしっかりとした味ですね。いろんなスパイスだったり野菜だったりが煮詰められてるんだなっていうのが一口でも伝わってきますね。嬉しいです、ありがとうございます。いやいや、そんな本当のことですよ本当ですか。はい、いろいろ20種類ぐらいブレンドして独自で作ってます。でも本当体にも良さそうですね。そうですね、いろんな野菜入れてます。こちらのカツもなんとお店で揚げられているものだそうです。ではカツいただきます。うん、サクッとした。マネズ、うん、サクッとしたカツがこの濃厚なカレーに合うこと合うこと。嬉しいな。油もじわっと出てきてね、さらにこう美味しさ増し増しです。ぜひね、いろんな方に食べてほしいなと思います。
オープンして間がないのはよく分かってるんですけれども、これだけ美味しいお料理、お客様の反応いかがですか？そうですね、1日に2回買いに来てくださるお客さんもいたりとかして嬉しいです。はい、リピーターもリピーター、ヘビーリピーターが多いってことですよね。そうですね、ありがたいことに。はい、お店の中に楽器があったんですけれど、こちらではライブイベントとかをされているんですか？私がちょっと音楽好きでして、来年ぐらいから、年に4回ぐらいを、予定して、ライブイベントなんかを開催できたらなと思ってます。お料理に音楽も楽しめる店っていいですよね。ありがとうございます。あと貸し切りや宴会などのプランもご相談いただけたらやっていきたいと思っています。最高ですね。そしてもう一ついいですか？はい、お店の前にアクセサリーもありましたよね。はい、天然石を使ったハンドメイドアクセサリーを私が作ってて、それも販売してます。店内のメニューとは別にテイクアウトやキッチンカーでたこ焼きも販売してますので、皆さんお気軽に遊びに来てください。お願いします。いかがでしたか？たこ焼きにカツカレー、とっても美味しかったです。七色キッチンではテイクアウトやキッチンカーもしているので、気軽に足を運んでほしいとオーナーの村田さんは言われていました。七色キッチンの営業時間は11時から夕方の5時まで、定休日は毎週水曜日と日曜日です。足をお運びの際はお気をつけください。